で2位でしたけど、2着になりましたけど、まあ、後半がね、あんまり良くなかったので、また今度、後半修正して、アジア大会に向けて、また頑張っていきたいなと思います。まあ、悔しいですけど、またなかなかうまくいかないのもマスターズだと思いますので、前向きに考えて頑張っていきたいなと思います。応援どうもありがとうございました。Thank you.